地は三重県鳥羽市鳥羽の国道42号、国道167号、国道259号の鳥羽水族館前、志摩市方面なのだ。三重県道47号、鳥羽磯部線は昭和57年12月3日に指定され、昭和57年12月3日に供用が開始された。三重県鳥羽市松尾町の国道167号との松尾北交差点を起点とし、三重県志摩市磯部町上野郷の国道167号との交差点で終点となる。総延長距離が 23.670km、 共用延長距離が 8.5m ある。主要地方道なのだ。走行難易度はレベル10の制覇困難な路線で、会場による分断剣道のため徒歩でも攻略不可で、当然車でも不可能なのだ。また半分の区間は道路の道幅、経路が困難で、集落内では最小幅員 1.5m の区間、山の中では最小幅員 2m という通行困難箇所があるのだ。起点は国道167号との松尾北交差点から始まるのだ。また終点も国道167号で、県道47号は的屋湾を目指して通っているのだ。そのため起点から終点まで国道167号を通れば 8km の距離で着くため、総延長距離が 23km あるこの県道はかなり迂回していることがよくわかるのだ。鳥羽市三ヶ所にあるパールロードまでは拡幅された区間が多く、カーブは多めだけど片側1車線分あったりするのだ。ただ一部は離合はできるけど、やや強路な区間が多めで、山の中なので動物や堆積物などには警戒するのだ。パールロードの効果を過ぎると鳥羽市荒子町に入り、県道750号阿児磯部鳥羽線と合流し、県道16号まで重複するのだ。合流後すぐに海岸沿いに入り、離合不可能な強路な道を通り、海辺で行き止まりとなるのだ。なお漁師さんが通ることがあるので、車だと出会うと離合できないので注意するのだ。また終端で折り返すのはかなり大変なので、自信がない場合は行かないようにするのだ。なお Google マップの県道750号のルートは間違っているので注意するのだ。対岸へは Google マップの間違った県道750号のルートを使い迂回するのだ。鳥羽市千賀町にある港から再開するのだ。なお起点の終端である対岸はこの港からもよく見えるのだ。交差点に出て左折すると青い看板で、志摩市方面はまっすぐを示す看板があるけど、県道47号と県道750号はその青い看板の左にある、この先福音現象最小福音 1.5m と書かれた看板がある方に進むのだ。しばらくかなり道幅の狭い離合不可な山の中を進み、港町に出るとこれまたしばらく離合できそうにない大きな車だと通行不可な経路を通り、青い看板が示していた道路に合流するのだ。その後回送路が現れ志摩市に入るけど、それは罠で、落石や堆積物、離合困難な強路な道幅な山道に変貌するのだ。山道を抜けると回送路になり、県道16号南西磯部線の終点との交差点で右折し、県道750号とは分かれるのだ。再びパールロードとの高架を潜り、山道を抜けると近鉄志摩線の上野郷駅が見え、国道167号と合流し終着するのだ。以上、三重県道47号の概要だったのだ。
次の国道167号との交差点で三重県道47号は終着、終点なのだ。長旅、お疲れ様なのだ。